5分のバイナリーオプションインジケーターですね、勝率 80% 以上ということで今分析させております。5分ですね、5分後に判定というやつですね、新しいやつですね。これはダウンロードファイル、下のね、リンク先のインジケーターとは違います。下のリンク先は15分なんですね。で、今後この5分のを用意しようと思ってね、新しく作ってます。15分足の場合は勝率 80% 以上でシグナルがね、17個の通貨のうち 1,2 個が出てくるんですよ。で、硬くね、勝率がいいもので投資した方が安全なんで、5分のは出ないんですね。シグナルが来たかな、こっちの方ね。一応初通貨ですけども、2つのね、会社、ハイアンドロー社とね、他の会社での通貨国ですね。大体こういう通貨ですね。これ成立すると結構いいんですけどね。これでやってみましょうかね、しばらく。ライブでね、ちょっとやってみようかなとか。出てこないですね。75% にしますか。はい。75% 以上で分析させてます。変更しました。どうかな。75% 出てきますかね。今日月曜日だけどね。それでね、これ時間を合わさないとダメなんですよね。この MT4 の会社によって時間帯が合わないんですよね。今度時間を入れてるんで。それ外せばいいんですけども、正確度が抜けちゃうんですね。あ、出てきました。75% USDJPY が出てきたんですね。これ1日で20個ですか。15分足も出てくるんですけどね。そうですね、これはね、しっかりしてるんですね。こう出てきても取ってて一緒にならないから、この場合はこう必ず次のやってたら5分後ですから、こんななってますね。この計算は重なるってことないんですよ、
公園になってますね。ハイランド路線の公園になってますね。ちょっとね、ライブ投資の試験投資で3万ぐらいの仕組みでちょっとやってるんですけど、出てこないですね。ちょっと今厳しいみたいなんでね、気をつけないといけないですね。ちょっとライブの方外しておきますかね。ちょっとこれ外しておきますね。ライブやめておきましょう。また別の講座でね、ライブでやりましょう。いくつも持ってるんだね。